なでしこリーグ2部の岡山湯の郷ベルがシーズン開幕に向け新体制を発表しました。元日本代表をはじめ多くの新加入選手が加わり、悲願の一部昇格を目指します。いろんな意味での変化というものをチェンジという言葉に込めました。掲げたスローガンはチェンジです。新たなシーズンに臨む岡山湯の郷ベルにはアメリカのゴッサム FC から完全移籍した元日本代表の横山久美選手が復帰するなど、新たに10人の選手が加わりました。昨シーズンはリーグ最下位に沈んだ岡山湯の郷ベル。横山選手の攻撃力を軸に点の取れるサッカーにチェンジすることを誓いました。一部昇格、それだけを目標に頑張りたいなと思っています。4月のシーズン開幕に向け明日から練習が始まり、今月末には高知での合宿も予定されています。